皆さんこんにちは。インストラクターの松本かやです。この DVD では初級から中級レベルのステップのコリオグラフィーを5ブロック紹介しています。ステップクラスのメリットは、シンプルな動きでも昇降運動を繰り返すことでエアロビクスよりも大きな運動効果を感じられることです。初級レベルのではそのメリットを活かしていただけるようなシンプルでかつ親しみやすい内容で構成しています。中級レベルでは意外と見落としがちな降りる位置、台との距離感についてお伝えしていきます。この2つを意識していただくことで動きやすさが格段に変わってきますので、参考にしていただけましたら幸いです。さあ、大きく変わってます。もう一回見てくださいね。ヒールタッチ2つ乗ります。そしたら台の端に開く、4つオープンです。ご自身でも数えてみてください。いくよ。そして弾む動作が増えてます。強度も上がってます。動きを小さくしていただいても OK です。ワンストンプをピボットターン、シャッセ降りる、タップアップです。ピボットターンで回って横からシャッセ、ニーチャチャ、タッ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 、ツーストンプ、ファイ、シックス、セブン、エイト。キックした足を最後後ろに引きたいです。チャチャチャ、ツーストンプ、チャチャチャ、いくよ。方向変えたらボールチェンジ、急ぎます。キック、